こんにちは、佐藤ささらです。上中里駅まで来た私たち、バラの庭園に行くつもりが、なぜか鉄分をたっぷり浴びせられる羽目に。きちんとバラが見られるのか、そしてバラのアイスが食べられるのか。この狛犬さんは珍しいね。岩の上に乗っかってる。こちら側の狛犬さんもすごいわ。何これ、喧嘩しているの？どうやら獅子の子落としを表現しているらしいわ。獅子は我が子に試練を与えて乗り越えたものだけを育てるというあれね。私には少し苦手な考え方だわ。私はつづみちゃんに毎回厳しい鉄教育を受けている気がするけど。これまたレトロな感じの建物群ね。この交差点を左よ。着いたわ。ここが旧古川庭園。古賀じゃなくて古川と読むのね。なんで旧なの？ここはもともと財閥家である古川氏のお屋敷だったの。財閥って漫画の世界だけじゃないのか。財閥の歴史の話を詳しくしましょうか？いや、そこは略して進めて。太平洋戦争の後、財閥は解体されて、このお屋敷は国の財産になった後に東京都に払い下げられたの。へえ、そうなんだね。春バラ見頃だって、すぐに来た甲斐があった。じゃあ中に入りましょう。この建物、写真で見たことはあったけど、素敵ね。大正6年に建てられた洋館よ。イギリス人のコンドルさんの設計で建てられたのよ。歴史の教科書でおなじみの鹿鳴館も彼の作品なの。ジェラート屋さんがある。結構種類があるのね。迷うなぁ。じゃあローズソルトで。カップから鼻をくすぐる旋律が流れてくる。木々の香り、ジェラートの香りがまるでコンチェルトのよう。スプーンを運ぶ。口に入る瞬間までのこの、木枯らし？じらし。かっこつけるんじゃなかった。やっぱり私らしくリポートしよう。それがいいわね。意外と粘りがあるのね。バラの味とか、香りははっきりとはわからないけど、ソルト分が、このジェラートをキリッと締める感じね。暑い日のジェラートはどんな味でも最高なんだけど、これは濃厚で一口二口でも十分満足しちゃう。でも止まらない。ところでアイスとジェラートって違うの？私もよくわからない。じゃあバラ園を楽しみましょう。わあ、どれから見ようかな。お気に入りをお互いピックアップしてみない？品種名の看板が出ているので、名前はわかると思うわ。ラジャー。じゃあ、まず私からベスト3を発表するよ。第3位、クリスチャン・ディオール。ディオールって名前だけでもう、エレガントな赤は大人向きかなと思うけど、ちょっと背伸びしたい私にはぴったりかも。第2位、ライラックブーティ。ピンクは私のイメージカラーにぴったり。内側にほんのり白が浮き上がっているのもいいよね。説明によるとシトラスの香りらしいけど、それはあまりわからなかった。第1位、初恋。前につづみちゃんが教えてくれた品種。可憐な白に恥ずかしそうに微笑んでいるピンク。こっちも私のイメージと合っているかも。ささらちゃんは自分のイメージをバラに重ねたのね。今度はつづみちゃんの番だよ。私は漢字の品種のバラにこだわって選んだわ。一つ目は黒真珠。黒バラは写真を撮るのが難しいわね。このツヤをどううまく表現できるか
悩みどころね。二つ目は、緑光。花の色が、白から緑に変わっていくバラよ。枯れ餌には少し欠けるけど、小さくて可愛らしいわ。三つ目は、朝雲。ミスターローズこと、鈴木清造さんの作品。鈴木さんのバラは、どれも素晴らしいのだけど、今回はこの朝雲をセレクトしてみたわ。色は、クリームからピンクに変わるそうなのだけど、ピンクがいっぱいに広がると、華やかなのでいいわね。バラ園も素敵だけど、このお庭は日本庭園も素敵なのよ。緑のもみじも綺麗ね。秋とはまた違って、生き生き、のびのびしている。灯籠もよく見ると、いろいろな形があるね。一番目立つのは、この雪見灯籠ね。砂浜を模した石といい、日本庭園の美を感じるわね。お疲れ様。旧古川庭園はどうだった？バラ園も日本庭園も、光があって影があるというか、目立つだけでは、人間も深みが出ないんだなということを、改めて感じたよ。またここに来てみたいな。さすがササラちゃん、感受性が豊かね。今回は一つでお腹いっぱいになったけど、他のジェラートもチャレンジしなくちゃ。ご視聴ありがとうございました。